On the ice, representing Estonia, Margus Hernits. 4番、マルグス・ヘルニッツさん、エストニア。エストニアのマルグス・ヘルニッツ、21歳。リレハンメルオリンピックではショートプログラムの途中でスケートが傷んでしまってやり直しました。まずルッツ3回転ダブルトーループ。コンビネーションジャンプはきっちりいきました。ステップから直ちにフリップ成功、3回転。フライングジャンプシットスピン。4つ目はストレートラインステップ。ジャッジの前でダブルアクセル。低い姿勢でコンビネーションスピンです。少し軸がぶれていきます。円を描くサーキュラーステップ。今年の曲はザ・ロック。シットスピン、足を変えてもう一つ。2分40秒マルクス・ヘルニッツ、エストニア。4年前のあの苦い思いを吹っ切りました。長野オリンピックショートプログラム滑り終わりました。さあフリー演技に進むことができるのは29人のうち24人。フライングのジャンプシットスピン、空中でその姿勢を取らなくてはいけません。回転がこれが移動しないでそのままの場所にいますとそれは非常に安定したスピンになります。それから3つあるジャンプのうちのダブルアクセル、これは全員がこの2回転半でそのジャンプ力をジャッジが採点するわけです。軸がしっかりしているか、高さはどうか、飛距離はクリーンな着氷になっているか、こんな部分をジャンプは見ます。クルコフコーチとともにエストニア・タリンで練習を行っていますヘルニッツ。3歳からのスケート競技歴です。テニス、コンピューター、ダンスが好きというオリンピック2回目のマルクス・ヘルニッツ。得意のルッツからちょっと着地が揺らつきましたけれども、その後コンビネーション、次のジャンプまで持っていきました。さあ得点を待つシーンはどうでしょう、心境はどうでしょうか。得点は9人のジャッジで6点満点で採点します。5点満点でも6点満点でもない。さあ6点満点が、
5点台までは届くだろうというふうに思ったようですが、全体としてスピードがなかったように思います。それからスピンの回転軸が横に移動していきました。このあたりで厳しい評価になったと思います。場内からという声も出ていますが、現在4人終わって3位です。